これはね、メスですね。結構でかいですよ。70キロぐらい、60キロぐらいあるのかな。さすがにね、このでかさ、重さになるとね、持っていけないです。ので、食べれるところをね、背中のロースと内側のロースと、セロース、シロース、あと、桃ですね。らへんを、切って持って帰りますか。はい。ですね、腹パンパンですよ。あ、切っちゃった。超切っちゃったな。やべえ、プシューって言ってるな。かそう。軟骨なんでね。切れば。よし。ほぼ無傷だね。空気漏れしてない。ちょっと傷がついたぐらいだけどね。全然空気漏れしてないですね。肝臓、胃袋も割れてないな。完璧です。はい。で、これが心臓と肺ですね。これは心臓。で、心臓は心臓の中に血がいっぱい入ってるんでね。切りましょう。そして血を出しておきましょうね。固まってるのをね、食べるとね、すごい生臭いっていうか、血の匂いがするんで、ね。私、心臓は好きなんで、コリコリしてて、美味しいんで持って帰れますけど。あとはね、胃袋とか絶対食えないなと。胃袋まず硬い。肝臓はね、僕好きじゃない。肝、これこれすごいなんか苦い。内臓はね、食べられません。ないです、これとか。肺はね、なんかふにょふにょのスカスカでね、なんか食った気しないっていうか、美味しくない。はい。もも肉ですね。ここが この辺までか。これが内ロース。よし、取れた。一番美味しいね、食べるところだけえぐり取って持って帰ることにしましょう。